指輪をお借りしたいんですけどよろしいですか。ありがとうございます。はい、指輪の価値というのはね、すごく人によって違うと思います。例えばそのでもまあお金でね価値を考える人ももちろんいます。ダイヤモンドの、ね、指輪が好きだという人もいるかもしれませんけれども、指輪はその値段以外にですね、誰からもらったか、どこでもらったか、どのようにもらったのか、それに対する思い出で価値が変わりますね。今日はこの指輪、おそらくは大切な指輪と、それからこの棒を使ったマジックを見せていただきます。これから1,2,3と一緒に数えてほしいんですけども、日本語は読めましょう。英語で1,2,3がいいか、スペイン語でウノドストレスがいいか、それとも中国語でイーアルサンがいいか。アンドゥトゥアですか。オーマイグネスですね。あ、難しいな。じゃあアンドゥトゥアで、アンドゥトゥアですか。いきます。はい、アンドゥトゥア。そんなこと言うからなくなっちゃったじゃないですか。すごいでしょ。他の指輪持ってらっしゃいますか。投げないですね。これどうやってやるか説明します。実はこっちから持ってました。どうやってやったかというと、アンドゥトゥアと言ってる間に人から反対手に一瞬で投げていく。マジックレッスンですね。いきましょう。じゃあもう一回いきましょう。今投げる瞬間見えなかったので、もう一回いきたいと思います。いきますね。投げる瞬間見ててください。ワン、ツー、アンドゥ、トゥア。あ、これいい位置に出ない。で、これちょっと簡単ですね。これは大事じゃないですか。こうやって、ウノドスプレスでやると完全に消えてなくなって、そして反対の手になります。次のマジックにいきたいと思います。じゃあ、そうですね、せっかくですから、じゃあ別のものを使って混ぜてやりましょう。これ使います。糸を使います。はい、いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ピー、シス、4本ですね。混ぜていきます。そしたらこれをですね、丸めてあげて、そしたら軽くこれに対してふっと息を吹きかけてください。もう少し、モアザイナフです。あとはここで押さえてあります。そうすると、おお、おお、これを指輪と交換でよろしいですか。ダメですか。じゃあカードマジックしましょうか。カードマジックは好きですか。はい、じゃあカードマジックが大好きということでね、じゃあカードマジックを見せしたいと思います。で、この中でですね、一組の中から1枚のカードをまず選んでいただきたいんですけれども、このカードが僕に見えないように、裏向きのまま、ここに置いてください。お願いします。はい、その写真を伝えないで気をつけてくださいね。どうぞ。はい、そしてそのカードを僕が見ないように皆さんに見せてあげてください。もちろんそれでバラバラのカードですね。そしてこの中に戻してもらいます。どうぞ戻してください。このカード忘れてしまうとマジックにならないので、しっかりと覚えてください。実はあなたの指輪と同じぐらいに大切なものがこの中に入ってます。でもこの箱もすごく長い間使っている大切な箱なので、気をつけて左手に持って、そしてこのボタンを引いてください。あっ、びっくりした。ナイスキャッチ。一枚のカードがこの中にずーっと入ってました。ショーが始まる前から選んだカードは何でした。ハートの玉を出せました。お出してもらいます。どうぞ中開けて見てみてください。これは琥珀という名の宝石の一種です。今から3000万年も昔の昆虫が今もこの中でそのままの形で封じ込められています。そう、まるであなたの指輪のような。先ほど選んでもらったカード、このハートのカードの真ん中はほんの少しだけ膨らんでるのがあります。見ていただいたカードで確かに何かが中に入っています。もちろん手が空っぽですね。出して。すごい。無事に間違いないです。はい、ありがとうございました。その日を大切に持ち帰ってください。
どうもありがとうございました。もうじゃあ温かく拍手してください。どうもありがとうございました。初めての2段にお気をつけてください。もっと温かい拍手をください。